いしょ、ちょっと待って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 、ちょーっと待って。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、トラブっている、トラブっている。とてもトラブっている。あー、トラブル。トラブル。こうか。OK、OK。はいはい。はい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 。ちょっと待って、まだご飯中だ。ちょっと待って、違うね。すごいお賽銭が飛んでるから。ちょっと待って待ってって待ってて。まだご飯食べてる。ちょっと待って。ちょっと待って、帰ってきてまだ10分しか経ってへんねん。ちょっと待って。いやなんかすごい待ってるから、みんなすごい待ってると思って、すごいなんかお賽銭来るから、あー、これはみんな待ってるやつだと思って、もう 3D つけずにとりあえずそれで始めなきゃと思って、めっちゃ急いで食べてて、ちょっと待ってな、今半分ぐらい終わった。半分ぐらい食べ終わった。待って。ちょっと待って、ほんまに待って。ちょっと待って。待って待って、ラーメン食べてった。ちょっと待って、帰ってきて10分。冷やしラーメンをね、テイクアウトしてきたんですよ。すいませんすいません、やばいやばいと思って、いやそうだね、ラーメン、冷やしラーメンをね昨日食べたいって言ってたじゃない、みんなと。怒らせてよかった、なんか寂しいやん、だってこの時間に配信するって言ってみんなと待ち合わせしてんのにさ、なんか遅れてくんの嫌じゃない、普通に彼女とかちょっと遅れんの嫌じゃないと思って、なんか待ち合わせしてる気持ちやねいつも。なんかいつもね待ち合わせをしてる感じの気持ちになるから、初見です、こんばんは、やばい、初見ですって言ってくれてるけどラーメン食べてる、やばい、どうしよう、やばい、ちょっと待って、猫もすっごいこんにちは、ラーメン食べてます。待って、今来た人何の配信になっちゃう、ちょっとラーメン食べてって顔やばな、これでちょっと、これで伝わるかな、今来た人に、こんばんはこんばんは、これで伝わる、めっちゃご飯食べてる感出てる、これで伝わるかな、オラナツ聞いて、ちょっと待って、オラナツちょっと3分待って、3分待って、体をこんばんはこんばんは、ちょ、これ絶対伝わるはず、初めて見た配信がラーメン配信に、あーごめん、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、ほんとほんと3分以内に終わる、次さっきから3分以内に終わる、
待ってください。別のとこから音鳴ってます。ちょ、待って。なんでどこから鳴ってる今ちょっと待って変なとこから音鳴ってるし。じゃ何これ、ちょっと何、ちょ一回ちょっと再起動させて。ちょっと待ってよし、オッケーよし、ただいまもうめちゃくちゃ何やこれ、もう宇宙だダブダブ体操19、はい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 、123、オッケーオッケー、ただいま。いやー、ご飯食べた感じせえへんわ。もうめっちゃ頑張った。もうよし、こんにちは。ではいただきます。改めまして、こんにちは。今日もよろしくお願いします。いただきます。ああ、くしゃみをしているのが気になるのよね。あるある、おかしな呼吸音、花粉症だって。みんなも花粉症気をつけてよ。ちょっと待って、めっちゃ腹痛い、腹痛いじゃない、腹いっぱい。真剣に考えないといけないな。太古の昔に戻そうとしてやがるぜ。だって、さてとごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちになりました。今日はね、この配信が終わった後にあつ森をやる予定です。よろしくね。水曜の美味しい朝ごはんの後、外に出るとよいしょ、また食堂の横で悪の博士が待っていた。待っていた。今日はどんな用事があるのかな。はい、まあ用事というほどではないのだが、まだお前の話を聞きたくなったのだ。やっぱりまたまた嘘くさい。そしてしんのすけは博士から思いがけない話を聞いた。ほう、よく聞きなさい。あのタイムマシンは我が輩のいるとは別に素晴らしいオプション機能がついてしまった。妄想転送タイムマシン、どうやら人の気持ちや思い出が作用じゃタイムトラベルした先にパラレル、パラレル、はいはいはい、同じくあんまりわかりません。猫氏がすっごい暴れてる。確かにもしかすると人間の思いの力って、世界線がやっぱあるってことか。え、待って、全然わからへん。どういうこと、どこから始まったんだ。さてどうなることでしょう。ちょっとうるさすぎん、何してんの。で、後ろですっごいバタ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 って言ってるけど、ちょっと猫氏の足音やばくない。後ろがすごい壮大なんやけど、音が。猫氏を追いかけっこしてる。すっごいびっくりしちゃうよ。今ね、追いかけっこ中やね、猫氏。なんか今日はあったかな、え、日記。
ひねま食堂マン、結構、あ、かわいい、何そのイラスト、胎児の下、へえ。明日取材に行くこと。水着写真集出すんですかね。残念ながらあれはね、幻想なの。これパラレルワールド、パラレルワールドのことねなんだよ、サムネは。な、このこの今日は見て見て、これは歴史すごい。よし、すごいぞ。いくらもらえる？140円。今日はご尊顔なしなし、思いたいから。あとね、見づらい、なんかこれ全画面表示じゃないとね、見づ、なんかすごいとさ、見づらいからなしで。パラレルだから胸が、ちょっと待って、イエーイ、いっぱい調べ。そういえばなんか軽くね、イエーイ、これどこまでがっつりやったらいいんやろうと思って、やり込み要素調べてたんだけど、なんとストーリーをちゃんと一個一個クリアしないと、なんとね、あの魚とか全部集まらないらしい。だから全部クリアしないとそもそもダメって。だこことかもなんか多分ないといけへんらしい、クリアできへんねんって。うん、そう、だからクリアするためには全部のストーリーを飛ばす、一個でも飛ばすとアウトらしい。だからそのパラレルワールドとかもそうなんやけど、やっぱ言ってた説合ってたっぽいよ。そう、だからちょっとできるだけストーリーを中心にやっていかないとまずいらしいですね。めっちゃ時間かかりそうだね。そうなんだよ、結構周回かも。変わるたびに釣れるものが変わる、多分そうだと思います。だから1個でも落としたら戻られへんってことっぽいから、結構大変かもしれん。これ周回系じゃないと厳しいんじゃないかなって思って、これ2周目やらなあかんかなって考えつつやけど、2周目いるにしても今んとこさ、 1週間あたりが 4,5 時間って感じやね。 4,5 時間で1周って感じ、結構大変かも。あ、待って、やっちゃった。すぐ釣り竿投げちゃう。ほっ、イエーイ、カシャ、アマゴ。なんでいつもおにぎりを食べてるの？おにぎりがうまいからに決まってるんだろ。質素、倹約、仕送りをしている。そっか、それはお母さんがあれなのか。なるほど、お母さんと仲良しなんだね。博士いい人だよね。なんか黒幕とかいない説ない、これ。黒幕とかいなかった説かもしれんね、これ。なんかさ、黒幕いるんかなーって思ってたけど、黒幕は実はいなかったのかもしれない。やりますね。やりますな。時間短縮。待て。いやいやいや、戻された戻された。おしゃべりせんの。おしゃべりせんの、今配信中だよ。ママは配信中なの。めっちゃ日本語喋っとった今、にゃーおーんって。今ね、猫氏がね、ベッドに入れって言ってる。もうそろそろ寝る時間だぞって言ってるけど、寝る時間じゃないんだよ、今日はまだ。なんかね、ベッドで一緒に寝ないと寝られない子なんだよね、うちの子が。イエーイ！まだ寝ないよ。はよ寝てーって言ってる。はよ一緒に寝ようって。カレー屋の銀河忍は長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて誰も食べられないことを悩んでいた。悩んでいた。なになに、
ゃんトマト入れたらいいんちゃう。宇宙との一体感である。猫氏と添い寝すごいね。本当に猫氏ね、あれなんだよ、メンヘラ気質でね。はいはい、いただきまんもす。3、3、9、7、6、3、9、7、6、3、9、7、6。で、何をしに来たの。3、これでいい、これでいい、これでいい。あ、間違えた。なんかエコーが、これでいい。エコー入ってる。これでいい。今日ね、ちょっとね、お仕事に出てて、で、いつもお昼寝をするんですけど、一緒に今日はお昼寝をしなかったから眠たいみたい、猫ちゃんが。あっそう、駅前商店街ってか、細人参はどこであれなんやろね。うぅー、あっそう、駅前商店街。うふぅい、なに、どうしたの。ねえ、へんてまだお風呂もまだ入らん。お掃除んとこにあるんだよね。体力なく、おお、危ない、体力が。あ、なんかいる。イエーイ、危なかったね。ジロードッカン、バッコン、くしゃみの音、くしゃみの音ってどこで、どこで聞いてたんやろう。ちょっと待って、大きな音なんだ。どっからくしゃみの音してる、聞こえへんけどな。もっと強くなのよ。ズッコンズッコン、どこにいるだろう。ちょっと待ってね、大きいくしゃみの音してないんだよね。してないよね、くしゃみ。え、くしゃみして、ほら、ヘクショーイって。うぅ、してないよね。うぅい、くしゃみはしないのか。くしゃみ、全部がステゴーンですかね。ステゴーンどこいる。急え、たったい。ステゴだってな。ステゴーンどこにいるかな。ちょっと待ってよ。トマト7個、ステゴン、ステゴンは一体どこだゴン。あ、やばい、時間ないかな。ステゴンの位置確認とかできひんのかな。できないか、さすがに。ステゴン、さすがに無理か。ステゴン、あっそう、駅前ステステゴン、ステゴン。いる場所探さなあかんのか、意外と大変だな。ステゴンどこ、ステゴン、ステゴンどこだ。プテノ、プテノのとこにいるもんな。お迎えが来ちゃう。ピーポーピーポーピッポコポッポコ、早く収穫できないよね。ねえ、猫し、静かにして。これほら、これで遊ぼう。ほら、ここにおもちゃがいっぱいだよ。はい、やばい、シロが来ちゃう。ああ、もうお家に帰る時間だよ。
いただきます。いただきます。ねえ。すごい声がある。こんばんは、こんばんは。ねえ、プリケツ来なくていいって今。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ジーナイト、コマコ持って帰った、ごめん。水曜日の晩ご飯、難しい話が理解できないしんのすけはパラレルワールドのことをヒロシやミサイに聞いてみた。聞いてみた。いないかもしれない。カスカベの家にあるまだ食べていないチョコビを食べられなくなっちゃうかもよ。それを聞いたしんのすけはちょっぴり怖くなりました。だってやっぱりパラレルワールドはダメだぞ。なんとかしなくちゃいけません。あ、なんか最終盤っぽい感じになってきた。いい風呂、今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。ドッカン。夜ではそっくり。オッケー。あいやいや。どうしよう、ステゴン夜は出ないっけ。後ろのはロープウェイ。そうだよ、ロープウェイだよ。ブリブリブリブブブブリ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 とブリ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 。おっとおっとおっと。オッケー。ちょっと三角関係を聞かなきゃ。質問です。最近恐竜節目をしてたのを聞きたい人がいるんだけど、どんな理由だと思う？花粉症です。相談に、あー相談に乗ってるだけなんだ。すごいすごい。そっかそっか、三角関係じゃないんだ。好きな人のことを相談してるんだ。今日もいいひまちゃんですね。あいやー、あいあい。ちょっと待って。あっそう、駅前商店街にんねん。毎度毎度あれ毎度でもあっち。え、何してんの猫ちゃん。あ、ちょっと待って猫ちゃん。うふい。猫ちゃんがなんかやりだしてた。うふい。猫ちゃんがちょっとね、違うことしてた今。お小遣いです、ありがとうございます。うぅ、猫ちゃんがね、イエーイ、自動のおもちゃをね、今引っ張り出してきちゃった。あっそう、駅前商店街。夜は、なんか、いないのかなぁ。あ、待って、後ろ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 、いるじゃんいるじゃん。うぅふん、ごしゃ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 。会話なんだ。出ないなら動かねば、めっちゃ遊んでるよ。夜に浮かんでた暗く、ような月が明けたバス停の背を覗けば、あの夏の君がたまにいるだけ、きっと、きっと覚えてるから。追いつけないまま大人になった。君のポケットに夜が咲く。ふふい。イズナ。ふいふい。夜が咲く。ドドドドドドド。彼はとってもわがままな。うん。でした。親切な友達の。あいや、あいやいや。出前お願いします。いらっしゃいませ。
出前早いね。一瞬で出前ビューンしていくね。はーい。か、おつか、げ星5つどうしようかな。シャミのやつ回収できなかったね。まさに一瞬の出来事。本当だよ。いただきマンモス。いただきマンモス。あ、眠くなってきちゃった。早いな、一日が早い。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。本当だよ。直球クマバチ、あ、蜂だったんだ、さっきのやつ。よし。意外に可愛い寝顔してるな。だって。ファファミミレレド。タラランタラランチャラランチャラランチャラランド。チャ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 ン。頭が湧きました。すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。素晴らしい今日が来た。昨日の次だ。みんなで体操深呼吸。ぐるりと回って失礼、私の私でした。頭が湧いたのは私です。ごめんなさい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 。では、い、朝から唐揚げだ。いただきます。起きたら唐揚げ。秘密の大会、また大会、めっちゃあるな大会。いやー、しまったな。1個ストーリー残したか。ゴチ、子供の中間のララコが行くのはどうかしら。なるほどね。木曜の朝食の後、はい、ララコちゃんと一緒に博士を取材するしんのすけ。なるほど。話をお聞きしたいのですが、人も運ぶことができる。それをもう何度も成功を確認している。うん、忍者じゃん。え、奈良子ちゃんは博士から詳しく事情を聞きました。待って、ほぼほぼそうなんじゃないの。なるほどなるほど。じゃあ恐竜の絵本とかがあればってことか。それが世界の秩序を回復させる唯一の方法。それを考えるのが奈良子ちゃんの宿題となりました。ええ待って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 、そういうことか。ええどういうこと。ひひこが奈良子で、うん、え、ちょ、頭がわけわからなくなってきた。ちょ、わけわからなくなってきた。こんがらがってきた。こんがらがってきたな。連れてこられたってことかな。ここにいる人はみんなタイムトラベルで連れてこられているってこと。え、そもそもみんな、うへーい、違うみたいな感じ。誰も本物じゃないとか。うへーい。すぐそうやって時間飛ぶ。え、あつ森かな。あれ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 、すぐ時を戻しちゃうですが、思考回路が消滅寸前、今すぐ会いたいよ。記憶ある人、忍者っぽかった。そっか、お前そういえば昨日くしゃみしちょっとさ、見当たったけど、ねえねえ、くしゃみ大丈夫？そういえばねえ、大丈夫みたい。
お前タイムリープしてね。月の光に満ちられ、何度もめくり、あ、ドゥ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 ン。大会行くしかないかな。どうしよっかな。とりあえずハグちゃんとこ行ったじゃん。大会、おお。大会と、あとなんて言ったっけ、今日何しろって言った、大会と、大会と、なんだっけ、ラナコが宿題になって、え、なんだっけ、え、お母さん、しんちゃん、はい、なになに、助けてないぞ。なんだなんだ、え、パンツ、大きな布よ、タペストリーを渡したのか。なんか意味ありげだよね、一個一個。なんかさ、一個一個結構意味ありげ、タペストリーを折るってなんだろう。なんか意味ありげだよね。なんだ、なんかニョロニョロしてる。なんや君、うなぎか。このニョロニョロはなんだ。どっか行った。全部が伏線なんかな。あはは、チンタンオッツ。オッツ炎上してるやん。お疲れ。炎上してるやん。夏に嬉しいですね。以前であの炎上の歌歌ってくれても。大会が始まる前ってやっぱり緊張するな。恐竜バトルに参加しますか。あ、待って、チョコビ買ってくればよかったな。どうしよう、チョコビ買ってから来る。ちょっとチョコビ買ってからにするわ。ちょっと一回、一回、ちょっと待って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 、チョコビ買いたい。無理だよね、チョコビ。待って、多分これもさ、多分引き金になるっぽいから、チョコビ買ってからやるわ。ちょっと待って、よりどりみどり、どれにする、チョコビ、これでいい。お、こりゃ掘り出し物を買ってね。10個買って、これでいい。お、じゃあバイビー。強化して、なんか多分これも分岐やと思うよな、分からへんけど。チョコビガチャ、え、分、なーに、はい、なに、チョコビ、ちょっと待って、これさ、一気に食べられたりせ、あー、そっか、お腹空腹じゃないとあれか。ちょっと長い、あ、ちゃう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 、なんかなんか、ちゃう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 、くっそ金持ちね、やばいよね。私のあつ森よりお金持ってるから、あー、やばい、どうしよう。ちょっと待って、わざとブリブリで減らそうかな。ブリ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 、あー、でもあんま変わらへんかな。ちょ、もう一回ちょ、もう一回、ちょ、もう一回食べるわ。ほんで、生き物図鑑、チョコビ、目標、持ち物ってこっからあったっけ。これか、恐竜カードパック、あ、めっちゃ持ってた。攻撃力アップ、 HP アップ、なんかいいの出ないかな。あ、微妙、欲しい欲しい、欲しい、5個変、え、欲しいも1個ぐらい。お、ナイスナイス、うるさブルーアイズ出るわ、草ない。ナイス
爆死赤いや、間違いない。星4期だと一回これでやるよ。これでちょっとよね、爆死するかと思った。ちょっとよ、どうしよう、カンタムロボ使う、え、どうしようかな、ちょっと待って、いやいや、ステゴーンにして、いや、どっちがいいかな、グーチョキパーが60アップ、全攻撃が50アップ、いやいや、グーチョキパーでいき、あー、全能力、これでいくか、出発、よっしゃ、これでいこう、10連だから確定だった。いや、ありえる、ありえる、いきます、これはいけるよ、多分、よし、バトルスタート、向こうやばい、勝負、 HP やばない、アイコ、アイコ、アイコルー、うるさい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 、よっしゃ、ナイス、勝ち、やるね、ナイス、ナイス、ナイス、バリナイス、バリナイス、いいよ、いいよ、もう一回これいこう、もう一回、もう一回、もう一回、よっしゃ、よっしゃ、ナイス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 、いいぞ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 、え、これはナイス、めっちゃナイス、どれにしますかね、ちょ、もう一回いこう、もう一回チョキいけるんじゃん、ダメかな、さすがに無理か、待て、ちょ待って、頑張れ頑張れ、耐えろ耐えろ、いけるぞ、痛い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 って、バリバリ痛い、バリ痛い、バリ痛い、ちょ、いやー、ローリングスマッシュで、そうですよね、アイコ、アイコルーレット、あー待て、フライングカッター、いけいけいけ、あっ、いった痛い、痛い、トゲトゲ、いざ勝負、ヒントが来ないんだけど、全然、勝ち、結構くらい、次負けたら終わるって、それはやだ、これどうしよう、ヒントチャンスないの、ね、かけるか、ヘッドボードにかける、勝負、よっしゃ、あち、やった、負けちゃった、やりました、やりました、バックアウト、やったやったやったナイスナイスナイス、いや、めっちゃナイスやった、今白熱してるね、2回戦いきます、めっちゃ痛かったんやけどバトルスタート、え、800、これ厳しくないか、いざ勝負、いや、だるいて、だるいて、だるいて、やばいて、だるいて、めっちゃやりますね、いや、やばいて、やばいて、倍あるもん、うわー、アイコじゃんけんやん、アイコルーレット、よっしゃ、勝ち、勝ち、いやー、これやばいな、これで倍あるもんだって、どうしよう、一回ヘッドバトルで、いざ勝負、チョキへの陣落、あー、チョキちょっとえ、死んだ、やりますね、ねー、いざ、あー、待って、危ない危ない、危ねえ、どれにしますかね、いざやってようかと思った、アイコルーレット、よっしゃーやった、ダーリングスマッシュ、
しようどうしよう。じゃあ次で決まるぞ。どっちも多分どれにしますかね。一旦チョキでいくわ。いざお願い頼む頼む頼む。ちょっとちょっともんですね。だるいだるいだるい。でもチョキやこれは。なんでやねん、おかしいやろ、おかしいって、あかんって。ありますね。ちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっともう無理無理無理。うぇ、ちょっともう。いざ勝負。勝ち、よっしゃチョキで行ったのも、もう全部チョキで行ったから。
8。もう。なんでそうなる。どれにしますかね。なんでそうならこっちの方がいいじゃん。いざ勝負。アイコ、アイコレート。いやもう。ああもう無理やって。高速ダッシュ。やるぞ。無理やって。ねえ無理やってこんな。バリ難しくない？ちょっと待って、やりますね。人の心とかないんか、ほんまやで。ノックアウト。あー負けちゃった、ルーザーよ。残念、しんのすけの負けです。負けちゃったぞ、負けちゃったぞ。あー惜しすぎ、もういいよ。強すぎた、恐竜使いよ。本当やね、本当やよ、チーターや、ビーターや、ビーター。もうずるい、マジでバリずるだったね。あれはずるい。よりどり、これでいい？お、間違えた。こりゃ掘り出し物を買ったね。ずるい、あれもずるだよね。これでいい？ずるいな。これでいい？これでいい？じゃあバイビー。ビターやビター。あっそう駅前商店街。ビターやビター。ララコちゃんとこ行くの。ララコちゃん、ビーチャー、ビーチャー、ピーチャー。ベータテストだったのか、ベータテストだったかもしれん。待って、一個話しよう。これさっき聞いた。次アクション仮面対決なね。そうだよ。んでララコちゃんの部屋行くしかないかな、これ。夏やな。だから 細いのどこ行ったん、細いの。ドアを開けることができました。で、でだよね、でだ。アッソーの魚、恐竜の話なかったっけ。なかったか、ここ。あ、ないね。ケツ丸出しは出ないのかな、妖怪ケツ丸出し。にゃおにゃお。ベッドの上で吠えている猫し。どうしようかな、一旦博士のところ行った方がいいんかな、これ。一旦博士のところ行こうか。これ釣れないのかな、これ絶対釣れると思うね、これ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 、なんか絶対なんかやと思うね、これ。あ、ほら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 、絶対うなぎや、今の絶対。また戻ってっちゃった。戻るな戻るな、上がれ上がれ。え、これ絶対うなぎやろ今の。イエーイ、多分うなぎやと思う。うえーね、確かにうなぎっぽかった。あれが探し求めていたうなぎちゃん。土曜のうなぎの発売日は CD の発売日です。あ、みんな今日 TikTok 後で見といてな。 TikTok 後でちょっといいの投稿しとくんで。あ、間違えた、またまっすぐ投げちゃう、ここ来たの。生ずんがうなぎになったのかね。うふい、ワニガメ。またワニガメ。あの子はいつもやる気なさそうにブラブラしてるのに、今日は急に一生懸命なりやがって。そんなって思い出せ。うん、なんだ。我が輩が自分自身にタイムマシンを使った時、移動先や私と私の母がまだ若かった頃、懐かしい写真に記録されたあの時代だった。え、はあ、つまり、ふいふい、つま
りここは昔だってこと？あ、やっぱカツカリの出前頼まれちゃう。あ、カツカリじゃない。え、待って、どういうこと？ってことはさ、やっぱり、ん？ねえ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 、おやつタイムのご案内。なになになに、カレースナックあげましょう。ふいふい。あ、そんなイベントがあったのか。カレースナック。カレースナック買いに行かなきゃ。へえ。カレースナック買いに行かなきゃ。カレースナック。ちょ、シソだけ買わない。ふいふい。ふいふい。カンタムルもぶっ飛ばせ。もういいって、もう。もうええよ、それ。ああ、危ない。うん。おっす。で、何をしに来たの？カレースナック。これでいい？これでいい？男。マイダリー。マイダリー。マイダリー。お願い、白来るなよ。白来るなよ。白来るなよ。来たら怒るよ、白。おやつあげられるの今知った。ほんま？やった？お願い、白来ないで。お願い、来たら怒るからね。来ないで、白！あー、怖くて、白じゃないのがいる。なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんかいる。うぅー。ビジュアルいらっしゃい。体力やばそう。ほんと？オッケー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 。危ない。間違えた、間違えた。怖い怖い。お願いお願い、ナイシロやめて。あー、危ない。危ない危ない危ない。うわー。あー、なるほど。運んでくれるって。ふふーい。お、おーい。なるほど。ふふい。歯医者さんっていつ、あ、開けてくれるんや。シロには見えるか。待って、ワープポイントなの。よかったよかった。まだ大丈夫だったくさいな。でも高速板を手に入れた。ララゴちゃんってどこにいるんやろ。もう一回話しかけよう。ララゴちゃんどこにいたんやろね。シーラカンス、絵が撮るぞ。来る、きっと来る。ん？ララコちゃんどこにいるんだろう。シロはここにいる。意外と大丈夫だったね、全然。ララコちゃんがね、いな、あ、もう夕方。あれ？どうやらシロが迎えに来てくれたようで。シロさっき後ろにおったやんか。あ、どっから出てきたんや、シロ。シロ、ダメだぞ、シロ。いただきます。魔法が使えることがバレてしまうだろう。いただきます。おなじみだ、多分。噂をすればシロの残像。ごちそうさまでした。来ました。ああ、仲間に入ってみました。ない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 。夜では外にくで、ララコちゃんに話しかけたいよね、せっかくだし。はいはい、怖くなっちゃった。ふん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 。あ、でもなんかあれだね。暴れまくって気づけば一人。一郎。孤独を愛した彼はそれでも十分満足なのでした。
ちょっとブリブリしてた、ブリ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 。おっと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 、許せなくない、許せなくなくない、許せなくなくなくない、結局さ、ここは恋愛に発展しないのかな、親子丼の今どんな感じ、まあ、Too bad Too bad、 出前いいよ、よし先生出前行ってくるわ、いつもの通り出前をやっていくよーん、出前、ま、ちょ早い早い、 秒なんやね、話だけ聞こう、そのカメラ欲しいな、キャップはキャップ、なんでキャップ、キャップっていうのはキャプティンのこと、新聞社のまとめ役さん、へえ、こうやって読んでやめるまでお酒を飲むことナイトキャップって言うんだ、だからキャップ、そうなんだ、知らなかった、ウーバーイーツです、いってらっしゃい、来ました、瞬速、てかさ見えてるくない、見えすぐそこに見えてるくない、歩いて持ってってもいいぐらいのとこじゃない、見えてるよね、向こうになっているよね、サブローさん歩いた方が早ないか、使う意味ある、おつか現在星は3つです、めっちゃ近いよね、だって今気づいた、あそこにいるのがサブローだったんだね、世界で一番強い、今気づいたよ、あそう、でどうしよっかな、ほいでだよね、こっちの意あんま意味ないのか、行ったとて、そうだな、 LINE でよくないてか出前取る意味はないの、食べに来てるでテイクアウトでいいやんね、え、イエーイ、あれ消えた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 、え、おーい、そろそろ帰る時間だよ消えたけど消えたけど、え、3人消えたよ、3人、準優勝、タウナギ、あ、日本ウナギじゃなかったんや、日本ウナギってあったよね、多分、親子ドーンのデマは3つ3回伝えたよ、新聞社で一体何を、意外に可愛い、何をしてるんですかね、なんか見ちゃいけないものを見た気がしたね、私たち今、ファンファーミリレレトタラランタタタンタタタン、チャチャチャンチャチャチャンチャンチャ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 、頭がかけました、よし、今17日目、よし行きましょう、素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って、みんな可愛いね、恐竜が可愛すぎる、恐竜がマジで可愛い、借金ではいただきます、カズマとキネちゃん参戦するのかな、そもそもさ、いないいない星ないこれ、金曜の朝、ララコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた、え、それは不思議な歌のようなものでした、何、王が眠る地に現れた竜、
恋多き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を灯す。どういうこと？へぇ。なるほど。じゃあ難しくてよくわかんないんだけど。シマーの役は私たちしかいないでしょう。で、伴侶の役は…おー、サブローくん、ヨシコちゃん。待って、お父さんの出番だよ。待って待って、キャップは…え、わかんない。待って待って、メンバーいらっしゃい。え、ララコのお父さんがキャップなんだよね。で、ヨシコちゃんはキャップに…はぁ…なるほど。キャップ、既婚者やん。彼と結婚するか…え？え？突然動き出すやん、恋物語が。ごちそうさまでした。いきなり結婚、付き合ってないんじゃないの？すごいドロドロ展開。やば、唐突やね。お付き合いしてないけど、とりあえず結婚ってこと？やば、すごいね。ホップ、ステップ、ジャンプだね。もらったよ。大会に出たいって、ほんと。32件だからさ、突撃ってこと？ちょっと待って、どこって言ったっけ。違う、こっちじゃないな。お付き合いすっ飛ばすの勇者ね。勇者だよね。おっと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 、お願いします。お、誰だ。お、お、みんな来た、みんな来た。遅いぞ、面白そうだから来たよ。今日は何があるの？百聞は一見に…百聞は一見にしかず。なるほど。新聞記者よ。最近は影をつくことを若干意識してるの、なんてね。銀河は長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて誰も食べてくれないことを告白した。お客さん入ってみたことない。悩みはなかなか根が深い。知らんかった。知ってた。どうすればいいんだろう。甘いものを入れる。えへん、恐竜に食べさせる。そしてまさやくんのアイデアをやってみることになったのです。やば、いいの恐竜にそんなん食べさせて。凶暴化しそう。わお、マジか。え、食べれるそれ。暴れ出しそうやけど。え、どういうこと。恐竜に新しいカレーを与えるとペロリと食べてすぐに完食。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。なるほど。そんなこと言ったぞ。すごい、今なんか目線がすごかった。美味しかったかな。待って、うわあ。
かそれ。家燃えるぞ。火炎放射。どうですか、ご感想、ご感想、嬉しいでござる。辛い。銀河流る。ファイヤー。やばすぎ。やばすぎる。やばい。カレー屋の主人、銀河しのぶも大満足の結果。それにしてもこの人は本当に人間なのかしら。お前もかい。すごいね。あっそう、駅前商店街。本当によかったでござる。あんたしか食うてないけどな。すごいね。今日は他は何をすればいいんだろう。一回そしたら博士のところに行こう。博士のところに行くよーん。博士の、でもさ、多分さ、まだ行きれないところとかいっぱいあるんだよね。これはどうしたらいいんだろうね。まだだって空いてないところとかあるし、なんなら多分昆虫系も全然、うわもう全然だよ。だってやばくない？全然ほらいっぱいある。ほら、いっぱいだよ。まだまだ。ロープウェイにも乗ってませんね。ねえ、乗ってないよね。あれ？なんで？事件のことがよくわかる。それは悪いかもしれん。なるほど。なるほど。あ、民放カレー。ふーん。歯医者の先、そうだよね。え、何を回収しなきゃいけなかったんだろう。今日って金曜日だよね。金、土日でさ、踏切渡りました。踏切ってさ、どこで渡るんだっけ。どっから渡るか忘れちゃったよ。あ、やば。うふい。ラジカセ止めた場所忘れた。どこやったっけ。うふい。川下やったっけ。駅前かな。駅前か。プテラってやんの。ちょっと恐竜バトルの勝利も必要。そんなに違いますよ。ことひひこ坂、ひひこ坂どこだっけ。ひひこ坂、あ、ここか。この下降りたいよね。この下どうやって降りるんだったっけ。こっち行けるんだっけ。行けないよね。どうやって降りるんだったかな。こうして、あっそう駅、踏切は渡れないな。そうじゃ、一旦チケット売り場に行って買えるかな。買える？あ、乗れない、乗れないね。乗れないや。待ってよ。間違えた。食べちゃった。食べちゃった。これいけないのかな。いけないか、さすがに無理か。誰のラジカセなんだろう。そうだよね。
猫坂。ここでもあんまり来てないよね。マナコ石。ふふい。青サテハ。新種のなんか虫さんとかを集めたいけど。あれこっち行けないっけ。あ、こっちは行けないんだ。次はできそう。でも釣りしてみよう。ここでここ釣りしたことあったかな。釣りー。お、日向に持たなきゃいけんタイプだわ。出るんだよね。坊ちゃん。しん。かっこよかった。こっからあんまりストーリー進まない感じかな、もしかして。ね、ストーリーもしかしたら。進まずにゆっくりタイプかもしれんね、この日から。ゆっくりタイプかな。ゆっくりしたいね。ゆっくりしたいね。一旦今日の夜にイベントがあるだけかも。のどかだなね。のどかだね。これは紳士でなさそう。アプラーゼに。あ、なんかララコちゃん考え事してたな今。何を壊したの。はい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 。日の宮蔵ってなんだっけ。日の宮蔵。びっくりしたびっくりした。日の宮蔵。あ、しんちゃんどこ。あ、いた。日の宮蔵ってこれ。ふふい。これか。まだこれは何もできないのかな。ありました私。プテラちゃん連れて行ってください。新聞社前に。そういえば最近なんかやってなかった。
なんか言ってたよ、よしこちゃんがどうのこうのって言ってた。ふふーい、でも今回はちゃんとよしこちゃんの気持ちが伝わる文章を添えてキャップに出したしんのすけ。よしこくん、僕ラブラブって意味なのか。それはびっくり。いや、困った困った。嫌われたキャップ終了。これで OK なのかな。で、よしこちゃんに話しかけると。キャップどういう、それでもまさかまだロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で受けなげのよしこ。ドヒャードヒャー、初見さんいらっしゃい。ドヒャー、今新聞おー、我が社がありがとう、ね、おめでとう。新しい新聞、何、アッソ太陽系販売数が増えたのでボーナスを支給します。ありがとうございます。え、なになに、やばいやばい、おーおー、すべての攻撃70アップ、つえーぜ。よーし、フラグ立てるやつ終わったかな。とりあえず、あ、シロだ。もう夕方、ありがとうシロ、おかえり。体力が上がって、体力と、体力どうやって、いただきます。出たな、天一。いただきます、いただきます。お菓子はしんのすけの活躍で大幅に発行部数が増えた。イエーイ、おめでとうしんちゃん。アッソ太陽系ニュース、そうなんだよね。 HP ってどうやって増えるんだろう。毎日やんなきゃいけなかったとかかな。目指せ一流新聞記者、イエーイ、終了。 HP はあれかもしんないね、毎日なんか戦わなきゃいけなかったのかも。前の作品の時みたいな感じで毎日やって強くなるタイプだった気がするな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。外に出ちゃダメよ。で、なんだっけ、この今日なんか言ってたよね、日の実が矢倉でどんなふにゃみたいな。お、お、始まる。ララコちゃんが見つけたイニシエの記憶を、でも帰っちゃうってこと。恐竜が、恐竜を過去の世界へ送り届けようとする人々。そう、必要なことはすべて今までの経験の中にあったのです。そうなんだ。皆さん、今夜はお集まりいただき本当にありがとうございます。いたずら者のララコちゃんは昼間のうちにこっそりと博士の研究所からタイムマシンを持ってきた。ダメだろ。機械音痴の彼女はいつも触ったものを壊してしまうけど、今回はまだ大丈夫。スタンバイ OK。 音楽はいつでも音量上げられるぜ。そして恐竜が自由に移動できないように町の通りに彼らが好きな音楽を大きな音で流します。なんだな、何が始まるの。Yeah.
かよろしくねってお付き合いな感じ。本当にバカでいいのかな。リア充が誕生する瞬間を、こんばんはこんばんは、今リア充が誕生する瞬間を目で追ってるよ。やばいやばい、若々ピチピチとお父さん結婚ラッシュや。そんな感じ、マジ私たちしんのすけ、何そして今宵の宴が始まった。王が眠る地に現れた竜、恋多き乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、矢倉の上に火を灯せ灯せ。雑技団の人、銀河は辛いカレーを食べて口から火を吹き、矢倉の屋根に白い炎を灯します。すごい。するとそこから細い光の束が天に向かって伸びていき、それは100キロ離れた福岡市内からも見えるものになったのです。大丈夫、レディーゴー。白はやばいやろ、それ。ふわふわパウパウ、どうやって飲むか、チリチリラジオにて心に浮かべて、タレリル、イラム、マレシ、ロンロリカとヨラレ、やってこらい、時間と空間を超えて。すごいシュール。すべては一瞬の出来事である。なんでそれ知ってるん。なんか歌い出した、なんや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 、突然歌い始めたぞ、なんやなんやなんや、大丈夫かな。突然歌うよ。あー、いなくなった。俺のティラノが、すべての恐竜が過去の世界へ行きました。私のティラノ、ティラノ消えた。作戦の成功を祝うアッサーの人々、エンド。あ、そして機械音痴でいつも触ったものを壊してしまうならば、今回も大活躍。うちのティラノどこ行った。あ、なんということをしてくれたのだ。本当だよ、私の恐竜たちが、可愛い子たちが。本当だよ。あの、ついでにお伝えしますと、ごめん、これ壊しちゃった。すっごい、私って無駄な才能。え、なになに。すごい壊れてる、もう大変、電源スイッチが入らない。弁償します。1ヶ月くらいバイトして。これの価値はそんな安っぽいもんじゃない。じゃあ今回はおかかのおにぎり10個でどう。100個なら手を打とう。え、ん、なんだその本は。ステゴサウルス博士が見つけたもの。また歌い出した。それは姉妹が持っていた絵本かと思いきや、ハタが思わずここに持ってきてしまった読み聞かせの絵本なのでした。博士が手に取って開いてみると、彼が幼い頃に持っていたものと同じ絵本。これを見てってことか。幼い頃の光景を思い浮かべる悪の博士、親が買ってきた大好きな、これを思い浮かべてたってこと。それを読んでもらう至福の時間。はい、
遊園地へ行く約束の日に風邪をひいて行けなかったこと、懐かしい、そしてちょっぴり寂しい幼き日々の淡い思い出。なるほど。で、どうなるんだ。我が輩おにぎりを持って遊園地へ行くことを友達に自慢した。でも風邪をひいて行けなかった。かわいそうに言われてしまった。へえ。いろんな経験をした。いい思い出もあるが寂しい思い出が多いな。本当にいろんな経験をした。夜風のように届く声。終了。どうした、なんか病んでる。へえ。ステゴサウルスみたいな。え、なに、なに、なんか来たくない。え、なに、あれ。古代の町の中心にある日の宮蔵。当時九州を治めていた卑弥呼の村に突然恐ろしい恐竜たちが現れて、村人たちがパニックになっている。あら、こでな恐竜ば呼んで一体どこの部族の仕業じゃ。ありゃありゃありゃ、お前ら全部くっちゃるけんね。飯畑、今宵は焼肉じゃ。待て待て、こやつらに砦の建設ば手伝わせるのはどうじゃろう。それはタイヤー明暗じゃ。恐竜どもと共存共栄するのじゃ。恐竜たちがタイムスリップした先は白亜紀ではなく古墳時代の九州でした。しんのすけたち、あ、だからあれか、あの砦のところになんか目とかがあったんや、この人らの。なるほど。へえ。あいやいやき。着いたら次郎さんとかって残ってないじゃない、嬉しい。あ、ほんとや、当たってるで。それめっちゃ当たってる。それ一気に、あ、ちょっと見た。うわ、めっちゃいる。明日から今まで以上に定時運行に邁進できる。うん、幸せ。僕は恐竜全部博士が作ったロボだと思ってんだ。だってロボット大好きなんだもん。あの絵本がこんなに有名なものだったとは今日まで知らなかったわ。やば売ろうとしてるよこの人。貴重な研究資料としてあの絵本を手に入れないだろうか。いくらなら売ってくれる。いや、いくらなら出せる。うーん、なるほど。全然似てないと解釈の違いかしら。誰が書いたんやろこの本。前歯、あーでも、うーん、誰かいる家の中。ヨヨコちゃんはどこにいるんだ。おお、キャップを見なかった。キャップ、歯医者どこだったの。キャップいるじゃん。キャップ、キャップ。今日はどんな記事ができた。おお。ではまだないぞ。本当だ、今日書いてないや。不倫がバレる。なんかお母さんがもういなくなっちゃってるって言ってたよね。アスト太陽系ニュース、分かれ道。これで、たぶん、いや、いいえ、いいえ。で、こうか。こうだ。よし、オッケー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 。では、よろしくお願いしますね。お似合いだったぞ、本当？こんにちは。よかったね。しんちゃんは今日ご苦労様でした。昼間はちょっとスペシャルだけどね。どういうことや。
何があるかまだ秘密、明日のお楽しみ。なんだ明日なんかあるらしいぞ。なんだなんかあるらしい明日。話そう、ララコちゃん。話しかけてきた全員に同じこと言ってるんだけど、うまくいったからなんか自信を取り戻しちゃった。例えば今なら空も飛べるって感じ。へえ。明日のお楽しみ、結婚式。早くない？決まって3日で結婚式みたいな。すぐ結婚するじゃん。坊ちゃん、なせばなる、お腹が空いたら腹が鳴る。あと喋ってないのは忍者の恩師ぐらいか。忍者のリンリンぐらいだね。リンリンとか言ったから。あ、おーい、もっとちゃん公開プロポーズ。あー、誰から誰に。誰から誰に結婚申し込むやろ。明日もいい日になるよね。え、大好き。そういう感じ。え？え？ちょっと待って、展開がわけがわからないけど、え？え？おっと？おっとおっと？そういう感じ？あれ？脈ありだった。マジか。素晴らしい。今日が来た。ノーチェンジだよね、でも。昨日の次だ。みんなで体操進行。マジか。ぐるりと回って1、2、3。マジか。そうなんだ。そっか。後ろすっきりした。本当だね。博士はどこ行ったんだ。今日はヨヨコとサブローくんの結婚パーティー。1日で結婚するの？早くない？とは言っても普段着でのお食事会。明日しんのすけたちが春日部へ帰ってしまうから、はい、その前にやってしまおうという魂胆です。早い。あ、博士。そこにやってきたのは悪の博士。悪の博士。友人代表として式を取り仕切るヒロシとミサエは、はい、悪の博士にも招待状を出していた。なるほど。愛する恐竜たちとタイムマシンを失って呆然自失の悪の博士に、ヒロシは笑顔でくじが入った四角い箱を差し出した。なるほど。パスタもあるね。大当たり。大当たり。東京ファミリー王国の2名様ご招待チケット。不意打ちの優しさに驚き感動する博士。東京ファミリー王国の招待チケットが20枚。2枚よ。我が輩は今強烈に感動して。優しいね。しかしファミリー王国といえばデートコースの定番中の定番。しかもファミ。果たしてこんな老いぼれが軽い気持ちでホイホイ行くことが許される場所なのだろうか。あれほど行きたいって言ってたくせに。いいじゃん、しんちゃん。大人になってもおにぎり持って母ちゃんと行けば楽しいぞ。早いよ。また歌いました。え、まあ、こんにちは。しんのすけくんが今まで書いてきた記事で、はいはい、博士が実はいい人だと知りました。オラがいい人だなんてそれほどでも。あんたじゃないから。博士の素晴らしい発明の数々をうちの新聞で特集させてくれませんか。素晴らしい発明。はい、
博士の発明はどれもがみな素晴らしいものばかりです。わかりました。今までは取材が来ても全て断ってきましたが仕方ない。今回だけは特別に我が輩が許可いたしましょう。しらじらしい。ありがとうございます。これで新聞の部数も売り上げも多分バッチリ伸びるはず。タイムリープはすごいよ、ね、見つめ合ってにっこり微笑むキャップさんとヨシコちゃん。おやおや、しかも新聞で発明を取り上げてくれるというではないか。我が輩はなんて幸せ者なんだろう。こうしてパーティーの年最後まで滞りなく終わったのでした。よかったね、オラは恋のスクープハンター。よかったね、幸せになれて。よかったね。男親、そこよ、いや、すごいピチピチやもんな。ズルはせないぞ、偶然偶然。マジか。すごいね。終わりの雰囲気、いや1日あるんじゃないかな。もう終わりなんかな、どうなんやろ。今日はいつもと同じ服装でお越しくださって早めに来た時にみんな本当にいつもと同じ服装だったからびっくりしちゃった。どこかって来れないのよ。そうなんだ。キネちゃんにお話しかけられないのかな。あ、いけるか。びっくりしちゃった。カズマくん、あ、じゃあカズマくん、カズマくん、ちょっとカズマに話しかけられない。ちょっと待って、カズマと喋りたい。カズマ、あ、カズマ、ほっ、いたいたいた。なるほどね。あ、あ、いたいたいた。今日は朝から起きてるぜ、イエーイ。ご飯大好きなんだ。ぼーちゃん、ぶーちゃん、ぶーちゃん。天気がいいけど雨降って地固まる。とりあえず駅に行かなきゃいけないのか。ロープウェイ結局登れへんかったんかな。結局まださ全然終わってないんだよね言うて。待って、違うな、どっちだっけ。全然ね、まだまだなんだよね。駅前商店街しのぶさん、なんだかひなむし忙しいでござる。宴でござるか。宴でござるよ。うん、気になる。カレーは食べてないよ。またお待ちしておるぞ。調べようか。調べる。これがあれやったのか、ティラノンの化石やったよな、これが多分ね。で、いい天気ですね。晴天が続きます。このお話も聞いたことがあるぞ、うん、しんのすけはそう思いました。で、晴天ってなんだっけ。満天。なんだ、心が癒されます。どうやってロープウェイに乗ればいいですか。ロープウェイに乗りたいです。結局乗れなかったのかな。乗れないよってことだったのか。でもチケット売り場あるもんな。え、乗りたいかった。でもいつか乗ることができ、乗れないのかな。釣りでもするか。いつかっていつなんだろう。イベント系とかロープウェイ、なんかフラグあったんだろうな。多分忙しかったんだわ。トワアナゴ、なんだったんだろう。
ね、乗れそうな気がするってか絶対乗れると思うんだよな。私は多分何か見落としちゃったんだろうな。イエーイ。分岐漏れした臭いよね。やらかした。分岐漏れしたから多分ね、あれなんだと思う。あのね、多分なんだけどコンプができない、アップではないと思う。毎日ずっと向けてない。そうなんだよね、分岐が多すぎたな。ふんふん、もうだって全員いるもんね。何らかの方法でいける。あー、ミスったな。2周目か。2周目やるとしたら面言だな多分。入り込むしかないね。簡単ロボを倒した。あそこで人気あった、どうしようかな。大会で優勝と、あとね、風邪ひいたキラノとかを助けるやつがねできなかったんで漏れちゃったんだよね。そうだよね。お姉ちゃんおめでとう。今日は何の集まり？結婚のお祝いだよ。本当に嬉しいわ。現在欲しい4つ。どうしようか。多分最後の日じゃん。なんかありそうなんだけどな。なんかなんもないか。いただきまんまそう。なんだろう、何ができたの？目標全然持てないもんね。あー、しらかしたな。これフラグ回収。あー、ミスった。ミスってしまった。かやらかしちゃったね。細人参結局何だったんだろう。結局分からずじまいだったな。やばいやばい。ね、結局細人参の謎が解けなかったな。お金余ってるけどチョコビぐらいしかないのかな。なさそうだけど、とりあえずそうだな、どうしようかな。そしたら、どうしようかな。そしたら、一旦モットーちゃんのところで10個ずつ物を買います。おっすで、何をしに来たの？モットーちゃんのところで人参は20個。これでいい？これでいい？大人参も10個。これでいい？これでいい？なんか買えるものをいっぱい買っておこう。これでいい？1で14再生。やば、めっちゃ止まってる。これでいい？毎度あり。ナイス。一旦これで。日本うなぎがやっぱ買えてないんだよな。新聞社の階段どうなんだろう。うー、行ってみるか。ちょっと一旦行ってみるか。新聞社日本投げてかね、ここにね車が増えてるんだよね。これ関係あるのかな。いや、いけないか。なんか押せたりしないかな。ふんふんふん。
も。人数より早く開始ができなかったっぽかったんだよね。これは見たよね。なんだろうね。不思議。あ、白。白。白白。あ、カレーだ。いただきます。いただきます。釣りかのなんちゃらら。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お姉ちゃん、あのさ、明日から挨拶とかもらっていいかな。お礼。ガラコも元気づけられて、なんかさ、やる気が出たかも。ごめんなさ。ごめん。私じゃララコミさん失敗した時たくさん怒っちゃって本当にごめん。もうあのショックにもうわこれ怒りすぎたと思ってたんだけど本当にごめん、今まで言えなくて。そうだよ、怒りすぎちゃダメないんだから。姉妹終了。そうだよ、怒りすぎたらダメなんだよ。アーカイブで見ますからね。おつおつお、あ、収穫できる。最後だな、へへへ、名残惜しいな。最後のお風呂。夜では外に出ちゃ、出ます出ます、バリバリ出ます。ララコちゃんの10倍以上もある、とても大きな。しんのすけたちは忘れ帰っちゃうけど、もう何度も来てるような気がするな。何回も来てるからだよ。バリバリ何回も来てるんだよ。石垣の枝で飾っていましたが、小型恐竜ラプトルには大きすぎると嫌がられ、美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていた。そっか、恐竜帰っちゃったんだもんな。もうみんないないんだよ恐竜。いや恐竜ふふい、よかったな。結局魚もポンプできなかったな。無限ループって怖くね。本当だよ。ああ、お魚コンボできなかったな。これはなんだ。イエーイ。イエーイ。ヤマメ、ヤマメだった。毎日歯磨きしていれば歯医者の看板怖くなくなるのでは。なる。
ここで気になるおつかお。やらかした。やらかしてしまった。そっか。いやーリアルにやらかした感じだなこれ。本当だね。しん。あー眠くなっちゃった。あー歯医者さん。歯医者さんもやし、なんか奥のさなんか細道みたいな看板の先もないし。あー。トイレはフラグ。トイレなんだろう。でもなんかありそう。トイレ。トイレか。しんのすけ。うわー。やり込まねば。出発前に歯磨きかな。いやー、なんだったんだろう。トイレと多分歯磨き何かフラグあると思う。トイレはなんだろう。トイレ。こんばんは、こんばんは。うわー、フラグ回収ミスったー。くそー、やらかしたー。そんなこれなんてホラーゲーですか。クレヨンしんちゃんと今日から朝の体操に闇のあのジロやってしまった。素晴らしいダメ排水口。排水口じゃない。うんことか。昨日の次だ。トイレが詰まったみたいな。深呼吸。だってさ、キネちゃんとさ、散歩してへんかな、結局これ。どっかのタイミング、絶対キネちゃんとカズマくんが参加するタイミングがあったんやと思うねんけど、それも多分逃してるんじゃないかな。なんか多分、フラグ回収するごとにってことじゃない。では、いただきます。うわ、いただきかーなー。ミスったー。うそー。月曜日からフラグ回収し直すから。野原家の人々はカスカベへ帰るため駅へ向かいます。絶対そうだと思う。これ多分ちょねねちゃんと多分あのカズノくんの多分参加フラグがあったんやと思う。トイレつまり糸伏しもらんやっけそれ。また来てね。毎年来ていいからね。マジで悔しかったね。詳しいよめっちゃ。みんながいなくなると寂しくなっちゃう。忘れ物がないようにカスカベに帰っても健康に気をつけて。本当にお世話になりました。お世話になりました。わあ、回収ミスった。僕もカスカベに行ってみたいな。おるって。私との思い出結局さ忘れないでね。このパラレルはどう。僕のロボットにしんちゃんって名前つけるよ。光陰矢のごとし言っても僕も忘れない。ほら帰ってもみんなと一緒だぜ。結局なんやったの。阿蘇防衛隊ファイヤーファイヤー。壊れたから解決とか。うわこれ分岐予約を幸せにするんだよ。エンドこれさありがとうございます。何個あるの。ミスターもカスカベで頑張ってね。これエンド1しかない。大丈夫これエンド2とかないよね。そろそろ列車の時間だ。ありがとうございました。そう、短い間だったけど、また来るね。パラレルじゃないところに戻らなきゃいけなかったはずなんだけど。バイバイ。どこで戻るんだろう。え、こっからが本当の7日間とかやめてよ。怖い怖い。こっからが本当の7日間とか、どの世界線が本当の世界線だったんだろう。怖い怖い怖い。写真撮らないの。本当だ。すべては一瞬の出来事であった。わかんない。どこがさ、え、わかんない。え、ん？でもさ、結構よしこちゃんの性格が変わったりしてたじゃん。え、怖い。いつもと同じ。チュートリアル終わりました。やめて、怖い怖い。でもそれは繰り返しのリプレイではなく、はいはいはい。新しい時間の。新しい新の助。どういうこと。パラレルワールドで生きていくってこと。え、一番初めのよしこちゃんとだって性格違ったやんな。ほらこの景色知ってるぞ。でも新しい景色だぞ。どういうことどういうこと。
繰り返しのリプレイ。平和の世界は頼むぞ終了。え、別のパラレルで生きていくってこと？どういうこと？新しい、ちょっと待って、ちょっと難しい。くるくる赤の変更策が難しすぎる。どういうことやったっけ？うちには東京ファミリー王国のチケットないの？うん、また今度ね。行くんだったらおにぎり作って持って行こうぜ。じゃあ何を入れるのがいい？おかか。え、何やったんやろ。どういうこと世界線が変わって新しいことしていけるあ、やばい、むずい、ちょっと待って、考察がむずい、ちょっと待って。どういうこと？今の写真カズマときね、とりあえず、え、むずい。キネちゃんとカズマくんのとりあえず体操インができてなかったでしょ。で、歯磨きエンドとトイレエンドがなかった。で、風邪ひいてる恐竜エンドもなくって、ダム行ってない。わぁ、難しい。どういうこと？ラナコの声はどないだった？わからへん、どんなんやったね。じれ国会になってる。どういうこと？待って、はじめ、初め写真撮ったところでループしてたやん。ループ場所になってて、目覚めたところがスタートやと考えて、1回目がデートもしてない。分かんないよ、もう分かんない。プリキスとデートしてない。じゃあやばい、何も解決してないって。あー、むずい。何も回収できてないやん。回収できてないエンドやん。マジかー。川津の声がうるさい。みんなすべて命です。見上げる星の空。いや、めっちゃむずいかも。悲しいこと、もう一回遊べるドンですね、これは。え、これってさ、ひず…あ、でもそっか、1年かけてやりますか。やっべ。何が正解なんだよ。本当だよね、面言…深夜の面言でちょこちょこやろっかな。受け入れたってことなのかな。え、わかんない。時代もいろんな出来事も僕らの体とこの星の空でめくるめくる。これってさ、エンドは一つなんかな。変わるが終わる。水島誠二さんいるよ。めくるめくる回る回る。え、わかんないね。うわー、むずしい。分岐あるかな。それも調べとかないと。複数エンドならエンド番号とか教えてくれそうですね。ニューゲームのご案内。何？はい、記録します。なるほど。ありがたいクリアデータ1になってる。なるほどね。これでもう一回できるってことか。あー、なるほど。あー、2周目推奨してきたなるほどね。1周目じゃ絶対に無理だってことなんだね、これ。じゃ、分岐の数だけ確認しよう。ちょっと分岐の数だけ確認しましょう。はい、ちょっと待ってくださいね。分岐の数だけ推奨しよう。ちょっと待ってね。クレヨンしんちゃん、わらと博士の夏休み、お笑いのなにゃにゃにゃん。これで分岐確認だけするわ。
入れない場所についてエピソードは必ず、恐竜バトルカードはカードが鍵。わかんない、じゃあ攻略調べよう。攻略ループするゲームを周回する、やばいよね。うわ待って、エピソード一覧見てるんだけどさ、私多分な、え、うわ全然回収してないかもしれない、エピソード。いやー、これはちょっともう一回やり直しかなーっていう感じかもしれん。けっなんとかみたいなあったやん、あれで、あー、エピソード13まで開かなきゃいけなかったんだけど、自動発生じゃないやつとかが結構あった、エピソード系がいっぱいあるみたい。エンドはなのかな、エンド自体は1個っぽいかな。フラグの立て方がちょっと難しいのかもしれない、かもしれないのかもしれない。クリア後のやり込み、らしい。それも見てかなあかんな。うわー難しいなー。結構早めにポンポンエンドまで来たんやけど、じゃあもう一回ちょっとどっかのタイミングでちょっとやりますね。はい、というわけでお疲れ様でございました。わあ、なんだとなんだと、めっちゃ難しかったな。なんかあとはちょっと面言でゆっくりやっていきましょうという感じのお疲れ様でございました。もしもうちょっと元気があったら後で集まりするかも。ちょっと疲れたからもうちょっと元気があればって感じかな。はい、というわけでお疲れ様でした。また遊びましょう。またなんか面白いゲームあったら教えてください。それでは